い、皆さんこんにちは、ワンダルグルピッシュです。では今回から新しく機動戦士ガンダムギレンの野望セガサタン版プレイを始めていきたいと思います。まあ、本当にギレンの野望シリーズの第1弾になる作品になってまして、今回はですね、まあ、信長の野望とか三国志とかというところのパワーアップキットに相当する攻略指令書というね、拡張キットも一緒に入れた状態でプレイの方をしていきたいと思っています。で、今ご覧いただいているのがオープニングムービーですね。せっかくなんでちょっとこのオープニングムービーから見ていきましょう。これはアレックスとケンプファーのバトルシーンですかね。かっこいいですね。はい、ではオープニングムービーご覧いただいたところで早速ですねプレイの方を始めていきます。ニューゲームですね。で、選べる、まあ、陣営になりますけども、一つ目地球連邦軍、まあ、これ言わずと知れたレヴィル将軍率いる地球連邦軍ですね。まあ、ガンダムとかジムとか、まあ、そのあたりが主力になってくるのかなと思います。続いて、ギレン総帥のジオン公国軍。三つ目、ティターンズですね。まあ、ティターンズは一年戦争後、まあ、いわゆるデラーズフリートの奮起、放棄、これを経て結成された、まあ、軍閥って言っていいのかな。ジャミトフが立ち上げて、バスクも参加した、まあ、そのティターンズが選べます。で、あと、正統ジオン軍、そしてネオジオン軍と用意されています。今回はですね、まずオーソドックスに地球連邦、あるいはジオン公国、どちらかでプレイしていこうかなというふうに思ってるんですけども、まあ、せっかくね、ギレンの野望、第1弾、僕自身ちょっと未プレイなんですけども、ギレン総帥でプレイの方していこうかなと思っています。では、ジオン公国軍選択します。で、この後ですね、ジオン公国側のシナリオの導入ムービー見れますので、ここ見ていきたいと思います。宇宙世紀00791月3日、スペースコロニーサイト3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し宣戦を布告。後に一年戦争と呼ばれる戦いの始まりである。ジオン公国は巨大人型兵器モビルスーツを戦いに投入し、物量で勝る連邦を圧倒する。開戦よりわずか44時間で3つのサイドは壊滅し、28億もの命が失われた。だが、この凄惨な殺戮劇もジオンの真の目的の前では単なる序曲でしかなかったのである。これは愚劣なる地球市民に対する裁きの鉄槌である。神の放ったメギドの日に必ずや彼らは屈するであろう。ジオンは空前絶後の計画を実行に移した。スペースコロニーを強大な弾頭に見立て地上に落下させようというのだ。目標は南米連邦軍本部ジャブロー。落下するコロニーは連邦軍の必死の抵抗に遭い、大気圏突入後に崩壊、大きくコースを外れてしまう。ジオンは作戦の失敗を挽回すべくサイド5ルームに進撃を開始。一方、連邦はレヴィル将軍率いる宇宙艦隊をルナ2から発進させた。地球の命運はこの一戦にかかっている。諸君らの健闘に期待する。連邦へな。えらく動きがいいが、指揮官はレヴィルか。モビルスーツ隊を発進させろ。両軍の戦力比は3対1、圧倒的に連邦軍が上回っていた。
しかしこの戦いはジオンの圧倒的勝利によって終結する。モビルスーツの威力を前に連邦艦隊はただなすすべもなく撃破されていく。連邦軍の機関アナンテもまた激しい戦闘により大破し、脱出を試みたレビュー将軍もジオンの捕虜となってしまうのだった。ジオン政府はルームでの華々しい戦果を武器に連邦政府に対し休戦条約の締結を申し入れる。敗北を喫し疲弊した連邦にとってそれを断る気力はもうなかったかに見えた。宇宙都市サイド3はルームでの勝利に色めき立っていた。地球から遠く離れ過酷な生活を余儀なくされていたスペースノイドたちにとって連邦に対する勝利は特別な意味を持っていた。我ら優秀なるジオン国国民の前にあっては数に勝る連邦ですら無能の衆に過ぎないのである。南極での休戦条約交渉を前に行われたこの演説でジオンの人々はこの戦争の勝利を確信していた。しかしその確信は最悪の形で裏切られることになる。今まさに条約調印がなされようとした時、レビル奪還サルトの方がジオン本土を駆け巡った。そしてジオンの内情を見取ったレビルによってジオンが連邦以上に疲れていることが暴露されてしまう。結局この日は軍事条約の締結のみにとどまり、戦いは継続していくことになるのである。この事態に対しギレンザビはかねてより進めていた地球侵攻作戦を実行に移す。今戦いは新たな局面を迎えようとしていた。レビルの帰還によって連邦は統制を取り戻しつつある。だがそれも今のうちだけだ。地球侵攻作戦の準備はどうなっている？はい、順調に進んでいます。各部隊は作戦開始の指示があり次第地球への降下が可能です。そうか。愚かなる地球市民どもの驚く顔が目に浮かぶわ。ドズル様から通信が入っています。回線を回します。いよいよだな兄貴。ソロモンから発信した降下部隊はあと少しで地球降下ポイントへの集結を完了する。第一次降下作戦の開始はいつでも可能だ。はい、ではオープニングムービーご覧いただきました。ギレンはいい声してますよね。僕もね、あんな声持ってたらなーなんてね、憧れちゃいますけど、では早速プレイの始めていきます。どうやらこのギレンの野望セガサタン版一番最初のシーンはですね、南極条約これの締結後からということで地球降下作戦の前からになりそうですね。では早速プレイの始めていきます。メッセージ出てますね。コマンドにカーソルを合わせてスタートボタンを押すとそのコマンドの説明を見ることができます。ということですね。まあ、あのコマンド自体はですね、まあ、ギレンの野望シリーズは何度かプレイをしていますので、そんなに違和感はないと思います。ちょっと困ったところがあったらですね、時間を止めて確認をしていきたいと思いますが、まずはそのまま進めていきたいと思います。まず、コマンド各種見ていきましょう。情報コマンド、ここはジオンの国力ですかね。資源が15000、総収入が5500、部隊の維持費が、まあ、今の状態で410かかりますというところですね。さらに重要拠点数が4、拠点数が10、部隊数が82、そのうちモビルスーツが46で、宇宙船が、まあ、これ無彩とか、まあ、そういう、まあ、戦艦とか含めたものが30世紀というところですね。各技術レベルはまだ1です。じゃあ続いて研究ちょっと見ておきましょう。研究はお金を投じて基礎技術、モビルスーツ技術、そしてモビルアーマーの技術、それぞれ、研究レベルを上げていくことができます。投入資金は150、300、600と選べそうですね。続いて開発です。ここはザクの高性能化、あと戦闘機の開発というのがありますね。ちょっとこれ中身見てみましょうか、せっかくなんで。
中身を見てみると、この戦闘機の開発、何が開発できるのかというところですね。これはドップだな。宇宙戦闘機の開発ノウハウを応用し、航空機の開発を行うということで、地上で使うドップだと思います。これドップが今ない状態なんだったら、ちょっとドップは開発しましょうか。あと我が軍、ジオン軍のザク、主力モビルスーツになってますので、これ高性能化しましょう。2000かかりますね。今1万5000のうち、戦闘機、ドップの開発とザクの高性能化でお金をそれぞれ投じました。で続いて人事ですね。まあ、ギレン含めたキャラクターを配置できますよというところですかね。まあ、ギレンがランク B、 魅力13、士気12と、耐久銃、格闘、射撃、反応が6、8、6というふうになってますね。各キャラクターに今ご覧いただいたようなキャラクティングの設定がされているというところだと思います。これ各ユニットにキャラクターを配置するのはギレンの野望では鉄則中の鉄則なんでね、早速これを行っていきましょう。ガトーなんかもいますね。あと気になるところで言うとどうだろうな、ダーニーとかもいますね。アイナもいるし、まあ、こういうキャラクターはねしっかり各ユニットに配属をしておきたいと思います。で特別というのが特殊作戦ですかね。第一次降下作戦が発動できるという状態ですね。これを行うには5000必要ですというところですね。では続いてマップ確認しておきましょう。これが地球を中心とした宇宙のマップですね。ジョングの方からですが、ここにはチベがいてマクベが配置されてますね。さらにザクワン、3連星のザクワン、ガイア、オルテガ、マッシュがここにいます。で無才のところにはバロン、ジョニー・ライデンがいますね。でここが降下部隊かな。降下部隊の方を見ておくと、ザクワン、ザク2、ここにはロンメルがいますね。でビッターがいて、シーマもいますね。シーマも降下するんだな。シーマの能力見ますか。魅力が8、士気が9、格闘7、射撃反応が9ですね。まあ、これを無事にまずは地球に降ろすっていうところが最初の作戦になるのかなと思います。あとランバラル、アコース、コズン、この辺りもいますね。でさらに後方には第2波としてガルマがいるな。ガルマ、ガルマ魅力高いですけど耐久が1、格闘射撃反応は全部7ですね。ノリスがいて、さらにここにはムサイ、ここにはグワジンがいるな。このグワジンには新松永、あ、ドズルがドズル専用のザクに乗ってますね。ドズルはどうなんだろう。これモビルスーツに乗せるよりかは指揮力10を生かしてグワジンの指揮を取ってもらった方がいいかもしれないですね。モビルスーツの配置はこの後考え直しましょう。そしてコンスコン、機動艦隊、その機関チベにはコンスコンが乗ってます。コンスコンもね指揮7ありますね。ドレンの無才がここに、デニム、スレンダー、ジーンがここにいます。ここにはそしてシャアがいる、赤い水星のシャア。能力が高いね、やっぱりね。指揮も11あって、格闘射撃反応、モビルスーツ戦に必要な能力は12揃ってます。敵の方はちょっとまだ概要わかりませんが、ご覧のような展開になっていますね。でマップの方ですね、全体的に俯瞰的にちょっと見ておきましょう。ここサイド3ですね。で他ここがアバワクということは、ここにはソロモンがありますね。ソロモン、ここは何だろう、ちょっと見ますか。サイド1、そして地球を挟んでこっち側にじゃあサイド2とかがあるのかな。
ルナ2がここですね。サイド7がここで、サイド6があって、ここがサイド2ですね。で、ここがグラナダ、まあ、こんな感じになってます。ではちょっとユニットを配置していきましょう。まだ配備されていない人たちがいたと思うので、彼らをモビルスーツあるいは戦艦の方に乗せていきます。はい、ではバオアクーの方にですね、配備されているザクなんかにキャラクターを乗せました。シュタイナーとかね、赤肌とかミーシャとかククルスドワンとか、この辺りを乗せています。でさらにこの後ターンを進める前にですね、お金5000を残して開発を行っておきましょう。基礎技術研究600投入、モビルスーツ技術研究600投入、モビルアーマーも600投入します。もう贅沢に使っていきましょうね。ちなみに難易度の設定とかっていうのはオプション画面からできるのかもしれないんですけども、特にちょっといじっていないので、まあ、デフォルトの設定のまんまという状況になっています。ちょっと画面がバグってますけどね、このまま進めていきましょう。では特別作戦、第一降下作戦を発動します。第一次降下作戦を実行しますか。重要拠点オデッサに対する攻撃作戦になります。オデッサへの侵入が可能になるということですね。よかろう、全軍に戦闘開始命令を出せ。第一次降下作戦がオデッサ、第二次が北米っていう形なんですかね。我が軍はこれより地球侵攻作戦を開始する。そこに見えるのはシーマかな。目標はカスピ海および黒海の沿岸部、目的はこの地域一帯の地下資源の確保である。また来るべきヨーロッパ中東侵攻作戦に向けても、この一帯の占領は必要不可欠なものである。今こそ地上が安全だと思い込んでいる連邦の愚か者どもに我らジオンの強さを思い知らせてやるのだ。はい、第一次降下作戦を前にギレン総帥の演説を聞いて士気が向上したところで戦っていきましょう。第一次降下作戦の目標はオデッサ、ポイント5、イーストヨーロップに部隊を移動させ大気圏に突入してくださいということですね。突入には HLV およびコムサイが行うことができるユニットに設定されているようです。じゃあヨーロップどこかというと、ここですかね。ここから降下するとここに出てきて、ここがオデッサですかね。では早速部隊動かしていきましょう。突入どんどんさせていきます。最初はじゃあビッターに突入してもらえますか。移動、突入で、突入した先どこにいるか確認します。ここにいますね。で、突入した直後はちょっとさすがに動けないというところになっているようなので、このターンはどんどん突入させていきましょう。もう恐れることなく突入あるのみ。では全部隊突入させていきます。突入、同じ要領でね、突入をしていきます。で、突入したユニットの後なんですけども、連邦軍艦隊衛星軌道上に展開しているので、これをね、潰していくということも余念なくやっていきたいと思います。ギレンの野望、ジオン軍プレイの場合、特にね、ジオンでプレイする場合、初期にどれだけ効率よく占領して余力を作るかっていうのがね、とっても重要になってくると思うので、ちょっとそこを間違いなくね、やっておきたいかなと思います。で、この後後続の部隊としては、バオアクーに展開した部隊ですね、ここにパイロット、まあ、キャラクターを乗せましたので、これも忘れないように先に出撃させちゃいましょうか。忘れると痛いですからね。部隊出撃していきます。
グアジンに搭載。で、グアジンのもと一気に衛星軌道に移動、味方の支援を行います。ではバオアクーからはですね、グアジンここにザクを搭載してデラーズが出撃で、残ったモビルスーツ3機をパプアに乗せて出撃させています。これで衛星軌道に向かわせましょう。感じのサイド3の方なんですけども、ここにはねあんまりモビルスーツ残っていませんでしたので、グアジンにギレン乗せてザクワン2機を搭載したまま出撃をしてですね、これも衛星軌道上に向かわせたいと思います。まあ、ギレン総帥自ら陣頭指揮を取ることによって、まあ、士気が上がるというね、まあ、ゲーム上そういう設定はないんですけども、まあ、実際にそういうことがあれば、まあ、むちゃくちゃ士気は上がるんじゃないかなと思いますんでね、ここはギレン総帥自らグワジンに座上、前線へと進んでもらいましょう。続いて生産なんですけども、生産はですね、月グラナダ、それとソロモンで行います。この理由何かというとですね、ここにはすでに第一期限突入に必要となる HLV がでもう配備されています。なので HLV を新たに作る必要なく第一期限に突入、地球に降下できる状態が作り出せるので、ここでモビルスーツを生産していきましょう。生産するモビルスーツですが、どうだろうな、まあ、ザク2、ザク1と、まあ、どちらかということになりますかね。はい、ではまずソロモンの方でザク1を、まあ、1部隊、ザク2初期型を2部隊生産しました。この生産した部隊をですね、この後ソロモンに入っている HLV を使ってですね、衛星軌道の方に移していければいいかなというふうに思います。では時間がかかっちゃいましたが、準備はここまでにして、まずこの敵のね、連邦軍の部隊と交戦していきましょう。ここにいるのがシャア、シャアをね前線に出していきます。まずは索敵、この辺りはギレンの野望をやられた方であればもう慣れた対応かなと思いますね。感知もニュータイプの機能としてあります。ではまず攻撃して敵のお手並み拝見といきましょうか。セーバーフィッシュ相手にシャード、ザクが戦闘を挑みますというところですね。で続いてここはスタックしたモビルスーツ、これも使って敵のセーバーフィッシュを攻撃していきましょう。はい、では攻撃命令の指示を出し終えましたので、これで自分の操作が終えて敵の思考ターンになるというところになります。では時間を進めていきましょう。まずはシャアの攻撃決定的な実力差というものを教えてやる。セガサタン版一番最初のギレンの野望でもちゃんとボイスが入るんですね。ダメージが思ったよりも食らうな。で射撃戦の後は格闘戦ですね。これでセーバーフィッシュ部隊1部隊を撃破したというところですね。まあこういう形で、まあ、交互に攻撃仕掛けていって、ユニットを破壊していくというところになります。私に出会った運命を呪うがいい。これはデニムスレンダージーンですね。トリアエーズに対して攻撃を仕掛ける。ここもね、このトリアエーズを潰してサラミスの方に直接攻撃を仕掛ける準備を整えていきましょう。なんとか勝てたみたいです。これは無才と取り合えずですね。いや、やっぱ無才はでかいな。こうやってみると無才は艦種、まあ、種別でいうところでいうと軽巡洋艦に種別されていたかなと思います。
グアジンとサラビス。まあ、グアジンはジオン軍が生産した製造した戦艦ですね。一年戦争の当時、戦艦としてジオン軍が作ったのは、まあ、このグアジン級のみですね。グアジンの次にあるのが、まあ、従順と呼ばれている、まあ、艦種で、チベ。あとは、宇宙空母でドロスとですかね。で、まあ、地球連邦軍側、つまり今回でいう敵側の思考中になります。で、この思考と敵の行動を決めた後、今度は敵の攻撃フェーズということで、これで敵味方合わせて1ターンが完了する。まあ、そういうことになりそうですね。お、HLV に対して攻撃を仕掛けてくるな。ムサイに対してとりあえずが攻撃を仕掛けてきたので、これに対しては反撃を行っておきます。で、今戦闘のアニメーションをご覧いただいてますけども、こちらの方はですね、設定の方で変更ができたかなと思いますので、この後ですね、必要に応じて設定の方は変更していきたいと思います。HLV の耐久力を壁にして、さっさとオデッサに進行したいですね。はい、ではまた戦略フェーズに戻ってきました。特に気にしなければいけないのが資源ですね。資源が不足しているとモビルスーツ、モビルアーマー、まあ、戦艦も含めて作れませんからね。で、研究の方にはお金を投入します。物資で劣るジオンとしては技術レベル、特にモビルスーツ、モビルアーマー、このあたりのね、技術で連邦の上を行っておいて、質で勝負するということをやっていきたいと思います。では、地球に降下した部隊からですね、動かしていきましょう。オデッサ、ここに侵入を果たしていきます。まずはモビルスーツ隊を出していきましょう。発進。オデッサにね、さっさと侵入して、ここを制圧、拠点を確保しちゃいたいですよね。一応この HLV も使い物にはなりませんけども、壁としては有効なので敵の進行を妨げる壁として残しておきます。はい、では、主力部隊はオデッサに侵入。オデッサまで距離的に届かないモビルスーツザクに関しては61式戦車を攻撃していきます。これが地上での最初の行動になりますね。宇宙の方に戻ります。宇宙の方は衛星軌道上で連邦軍艦隊と交戦中、これを撃破していくという作戦を行っていきましょう。まずはモビルスーツ隊出ていないところから先に発進していきます。策敵もしてモビルスーツ隊3連星を出しましょう。黒い3連星、これは期待できるな。3連星もまあ間違いなくボイス入ってると思うので、ちょっとそこも注目というかね、楽しみですね。あ、これは3連星を3スタックさせたことによる特殊会話かな。敵さんにとっては最悪だけどな。まったくだ。黒い三連星の強さをやっぱり思い知らせてやろうぜ。あのマッシュの声が違う人かなっていうのはありますけど、まあいいですね。でもね、やっぱりね。では攻撃仕掛けて沈めていきましょう。でマクベのチベはさらに前線に出て敵のマゼランと打ち合うことを想定したいと思います。
じゃあ続いてバロムですね。バロムの方も無罪を指揮していますが、このままモビルスーツ隊を先に発艦させて、でその後無罪も沈められることはないと思うので無罪も前に出します。で索敵を行って攻撃、マゼラン、うん、サラミス沈めていきましょう。生産はさらにザク2を1部隊作っておきましょう。もうこれで資源が5ですね。ではターンを送っていきます。一通り攻撃指示は出してあります。まあ、サラミス一隻沈めておければいいかなっていうところですけどね。まずは地上からです。61式戦車に攻撃。まあ戦車ごときであればね、このザクの敵ではないのかなと思いますけど、いやー思いのほか食らうな。でもで ドタドタ走っていって、これでどれだけ削れるかですね。ちょい残しですね。ちょい残し、多分ロンメルでこれだけ残すってことは他の部隊も同じようにちょっと残すかなと思います。敵に見つかりました。ただここに関してはですね、敵を追ってって61式戦車といえども、潰していきたいと思います。うわ食らうな。ロンメルはね、敵をだいぶ潰してくれましたけど、ザクワンのアコースはこんだけ食らっちゃいましたね。これ次のターンでこのアコースザクワン撃破されるな。ちょっと舐めたな。ランバラル見ておくがよい。そうだね、ランバラル、ランバラルは35歳みたいですね。何かの動画でコメントを視聴者の方からいただいてたと思うんですけど、もう僕38歳なんで、この重厚なランバラルよりも腰が上になってしまいました。さすがランバラル。ランバラルであればザクワンといえども敵を壊滅させると。無事、敵を壊滅させましたね。うかつだな。その程度で私。では続いて宇宙に行きます。で宇宙船の後は、オデッサの方に部隊侵入させてますので、オデッサの、ね、攻略戦も待っていますね。ここもガトルが敵のドリアエーズを全部撃破してくれた。ようやくにも手に入れた。ミネバのためにも負けるかよ。セーバーフィッシュ相手に新松永とドズルザビ中将ですね。ドズルザビ中将は専用機になってモビルスで、ここもとりあえずセーバーフィッシュ、どちらだ、撃破しました、ね、セーバーフィッシュかな。そうですね、セーバーフィッシュを撃破できています。 U かな、これ乗ってるのは。バロムの無才が敵に攻撃を仕掛けます。とりあえず、あ、ここにフィリップが乗ってましたね今ね。まあ、ただちょっと無才とかのね、戦艦、まあ、巡洋艦ですけどね、船で敵に攻撃を仕掛けてもなかなかちょっと当たらないっていうのがね、ここでは見て取れますね。我々はジオン軍だ。死にたくなかったら引くんだ。やっぱりモビルス戦投入した方がいいのかな。ここサラミスどれくらい削れるかだな。サラミス落とせればいいですけどね。残りそうかな。格闘仕掛けてどれくらい減るか。めっちゃちっちゃい状態からカメラが寄ってって残すか。サンキースタックの前衛だけですね。
敵に格闘攻撃できるのは。サラミスがもうちょっと残っちゃったかな。チベット無罪からマゼランに艦隊戦です。これサラミスじゃなくて今見たらマゼランでしたね。マゼランは一応戦艦にカテゴライズされてたと思います。あ、ミサイとマゼランの打ち合い、それにチベが横から支援射撃を行ったと。うん、このマゼランにワッキンが乗ってるんだな。道理でダメージが通らない。アッシュジェットストリームアタックをかけるぞ。とりあえず2機に対しては3連星のザクワンがジェットストリームアタックを仕掛けてくれます。パイロット、しかも優秀なパイロットが乗ってるとやっぱりね、団地で強いですね。これでどうだろう、衛星軌道上はほぼほぼジオン軍の勢力が抑えるというね、構図が取れたんじゃないかなと思います。おー、いいね、ドレン。突撃を敢行する。ドレンが、これもサラミスなのかマゼランなのか。索敵が十分じゃない状態ですけど、射撃戦に持ち込みましょう。当たりはしている。ただ味方も被弾したな。まあモビルスーツの1機や2機失うのはいいですけど、やっぱり戦艦を失いたくないですよね。では敵のフェーズに移ります。敵のターンの攻撃を退けました。こっからはですね、オデッサ、まあ、局地戦、拠点攻撃行っていきたいと思います。まずはね、敵をね、オデッサから排除してこのオデッサを制圧するというところになりますので、戦闘を開始します。しっかり行っていきましょう。こんな感じですね、敵の配置はね。味方はこれだけ出ています。61式戦車だと思いますね、敵の方はね。ちょっとまだ索敵十分ではないので完璧ではありませんが、ここはもうこのまま行きます。ずいずいずいと進んでいっちゃいましょう。ちょっとダメージを負ったザクワンを後ろに下げて、ビッタークランプっていう順番にちょっと変えましょう。これでちょっとでもダメージを分散させて撃破されないように気をつけたい。さあ、ここはクランプビッターの舞台ですけど、ちょっと厳しいかな。攻撃は出てくれればいいですけど、壊滅させたものの味方も誰だ、ビッターとクランプがやられましたね。やるな。なんでこんなことに。脱出する。とりあえずこじ開けましょう、敵の拠点への道を。そっからだな。まずはそこから。特に厄介なのがやっぱり航空機ですね。航空戦力は本当に厄介ですね。なのでちょっとその航空戦力とどう、まあ、向き合っていくか、相対していくかっていうのはね、特に注意を払っておきたいと思います。さあ、ではですね、まず連邦宇宙軍、この大気圏突入ポイントで挑戦している部隊なんですけども、これ壊滅させていきましょう。まだまだこれはジョニーライダーですね。まあ、部隊数では我々の方が圧倒的に有利なので、まあ、部隊数が多いという、まあ、物量でね、ここでは戦っていきます。一方地上に降りたらね、逆に物量では圧倒的に連邦の方が有利になるので、まあ、少し頭を使いながらプレーということになろうかと思います。では衛星軌道上に残っている敵の艦隊ワッケインだけになってますね。このワッケインにじゃあ3連星でとどめを刺していきましょう。まあ、一応ね、支援砲撃ということでマクベ
からも攻撃を加えておきましょう。これでもう落ちるでしょう。残りの部隊はこの衛星軌道上で待機。場合によってはですね、ここからさらに部隊を降下させるために、そうだな、この HLV も出しておきましょうか。ソロモンから HLV3 機ですね、今出撃させてますので、これと合流して必要に応じて第2波攻撃に出撃をねしてもらおうかなというふうに思います。さあこれでワッケインを撃沈です。完全に連邦宇宙軍の撃破に成功したと言えると思います。あとは継続しているオデッサの攻略戦ですね、オデッサも次攻略を完了させたいなと思います。さあオデッサの方ですね、もう敵の部隊数もかなり減ってきてますね。これを確実に仕留めていきたいと思いますが、味方の消耗もそれなりにやっぱり激しくはなってきてますので、ここはですねモビルスーツをできるだけ失わないように、戦ってで、いきたいかなというところですね。これでオデッサが取れれば資源不足という悩みは一度解消されるかなと思いますので、ちょっとそこで確実に、やっていきましょう。でオプションの方からですね、戦闘アニメーションの方は一旦カットしてあります。またちょっと見たいモビルスーツとかモビルアーマーとか出てきたらですね、こまめにオプションを変更して、まあ、戦闘アニメーション武装をね、確認したりとかはしたいなと思います。私の邪魔するやつにはマチルダさんのイデア、これも残るか、結構手強いですね。ここはビッターが61機戦車にとどめを刺す。テリーサンダースが持ってるこのね61式戦車を撃破。残っているのはもうマチルダさんのイデアだけなので、これもね、排除すればこのオデッサがねジオン軍のものになりますよというところですね。間髪入れずに、じゃあここはとどめを刺していきましょう。もう残りのねこのミディアの能力考えればここで撃破完了できるかなと思います。これでオデッサに展開していた敵部隊すべて撃破できると、マチルダさんにとどめを刺す。これフラナガンブーンですね。我々を舐めているのか。マチルダさんのミデアを撃破。むざむざやられるとは。敵防衛部隊沈黙、増援が送られている様子もありません。ビッターとシーマの会話なんですね。全軍に戦闘中止命令を出せ。オデッサ制圧は完了したと。了解。本日正午、地球降下部隊の第一陣がオデッサとその周辺の高工業地帯の制圧を完了いたしました。引き続き地球侵攻作戦を予定通り推し進め、半年以内に連邦の息の根を止めてご覧に入れます。家臣の失意は自らの破滅を招くぞ。地球は、あの広大な土地は我々の手に余るのではないかな。これはこれは、かつてジオン大君から王位を簒奪された方のお言葉とは思えませんな。言葉が過ぎるぞ。今さら停戦などセロンが許しますまい。お前が煽ったセロンだろう。どちらにしても引き返すことはできんか。要は勝てばよいのです。心配することなど何もありません、父上。はい、ではまずオデッサ攻略まで進めてきました。これでね、オデッサの制圧を追って第2次降下作戦の準備を
行えるということになりましたね。続いて北米大陸に対する第二次降下作戦の実施は可能です。さらに開発プランも提案か。これ研究を地道に進めてきた甲斐がありましたね。新しい開発プランが提案されました。新兵器の開発完了に関しては開発部より新兵器の開発が終了構成の丘だと思います。では次回はですね、第2次降下作戦を行っていきたいと思います。今回はここまでにさせていただいて、次回もですね、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。